26日の北朝鮮戦、日本か第三国での開催の可能性。3月26日に北朝鮮、平壌で予定されていた26年北中米ワールドカップアジア2次予選、北朝鮮対日本は平壌で開催されない可能性が出てきた。北朝鮮側がアジアサッカー連盟 AFC に開催中止を要望し、AFC 側が受け入れる方向で調整に入った。関係者によると、北朝鮮は日本選手団を受け入れられないと主張しているという。平壌で開催しない場合は、第三国や日本で開催する可能性がある。あれだけめちゃくちゃやってんにもかかわらず日本は受け入れてくれたのに、自分たちは受け入れられないのか。そもそも試合相手を受け入れることすらできないなら、国際大会に出てくるなよ。 AFC も二度と出さなくてよいと思う。もうあらゆるレベル好きにしてくれって感じ。なんでこんなイカれた国は国際試合の舞台に出られるの。政治とスポーツは別とか綺麗事なんだよ。国際舞台から締め出さなきゃダメでしょ。日本を混乱させるための情報戦略にも聞こえるしね。第三国での開催は日本的には理想かもしれないが、筋を通すならありえないと思う。報道通りなら日本の不戦勝でいい。平壌でやりたくない理由が理由になっていないし、最初からできないならできないと言うべきだ。北朝鮮にしてみれば日本のマスコミなどに不都合な場所を取られてはまずいのだろうか。いずれにせよ北朝鮮で試合をしないのはひとまず安心をした。ドタバタ出来がひどすぎる一方で、北朝鮮に行かなくてよいのはほんまプラスな事態だとは思う。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。